どうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説のあつしです。今日は最後までご視聴よろしくお願いいたします。今日でもう3月も終わりで、また4月1日からですね、新しい年度が始まると思うんですけども、まあ来年度って言い方をしますけれども、頑張っていきましょう。で、今日のトークテーマなんですけども、まあ別の動画でも言ってるんですけども、ビーズのライブに初めて行ったのって、ビーズライブジムプレジャー95バズの福岡ドームですね、が初参戦で、その時の様子をね、このチャンネルを始めた初期ぐらいにですね、出してたんですけども、さっきね、改めて見たらめちゃめちゃ下手くそで YouTube を始めて間もない頃だったんでですね、まあ致し方ないのかなと思いつつですね、もう思い切ってね、まあ初めて行ったライブで、僕も結構大切な思い出なんでですね、作り直してしまおうと思ってですね、ちょっと今日こういう動画にしようかなと思います。ビーズライブジムプレジャー95バズの語り動画になります。このツアーに行かれた方はですね、ぜひコメント欄でですね、その時の思い出なんかもですね、語っていただいたらありがたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。はい、じゃあまずそのバズの大まかなね、説明からしようかなと思うんですけども、95年に開催されたビーズのプレジャーライブですね、7月7日の、山形から始まって、8月25日の千葉マリンスタジアムまで、全国7カ所12公演かな規模で開催しております。まあ、その前年にですね、ナインスブルツアーという結構そのロングツアーをやってて、95年はですね、まあ、アルバムも出ないっていうことで、まあ、プレジャーになったっていう背景らしいんですけどね。で、ビーズ初のスタジアムツアーですね。この時のスケジュールを見てるとですね、このツアーを最後にですね、もう使われなくなった会場もあったりするんですけどね。後にこれ松本さんが、ラジオで語られてたんですけども、その前年にやったナインスブルツアーはもう音楽メインのね、演出なんかもほぼほぼ排除したシンプルなロックライブっていうのがこのコンセプトでやってたらしいんですけども、この翌年のバズはですね、その反動なのか、もうとにかく派手にやったと特攻もあれば花火もあって火柱もあり、まあ、ドラキュラ演出もありみたいなね、前年のナインスブルツアーとはかなり対極に位置するライブっていう風に語られてました。僕が行ったのはですね、この8月13日福岡ドームですね。ビーズが福岡ドームを使ったのはこの時が初めてで、福岡ドームの集客が読めなかったのか、ワンデーしかやってないんですよねしかもお盆のね、真っ只中にやるっていうね運よくチケットが手に入ったんでですね、まあ、行ってきたんですけども、でこのスタジアムツアーと言いながらも、初日が山形市総合スポーツセンターとかね、普通のアリーナ会場とか使ったりしてて、バズといえば鳥の形をしたバカでかいステージセットをね、このツアーで採用してたんですけども、山形とかの会場って確かね、セットが入りきらなくて、こう羽の部分をですねカットして無理やり入れ込んだりとか、あと名古屋球場に関してはそのセットの形がですね微妙に違うんですよ。バズのステージセットってこうなってるじゃないですか、けど名古屋球場ってこうなんですよね。今ではもう観光名所になりつつあるですね、福岡ドームのこう稲葉さんと松本さんのこの握手の手形、銅像はですねこの時に作られたそうです。ビーズのライブの福岡ドームってちょっとね、こうトラブルが続くイメージあるじゃないですか。初めて使った時からですね、ビーズは結構トラブルがあったんですよ。まあこれおいおい説明していくんですけども、まず、セットリストからいきましょうか。こちらですね。全部で20曲ね、演奏されております。こうやって見るとですね、本当にこうザ・プレジャーって感じのセットリストですね。90年代ってこう今以上にビーズがめちゃめちゃもうね、本当に売れてた時期なんで、もう本当にねこうやってセットリスト見ると、今でいうとこの定番が大半入ってますよね。でこれ1曲目ブローインなんですけども、ライブが始まる前にですね、このステージの足場ですねのこの下の部分ですね、電光掲示板があって、まだデビュー7年ぐらいだったビーズのね、こう紹介の文章なんかがずっと流れてるんですよ。で開演直前になるとですね、電光掲示板にですね、皆様にお知らせがございます、本日、ビーズ松本隆弘の体調が、みんなが、みたいな感じの空気になってる中、その次の文章がですね、体調がすこぶる会長のため間もなく開演となりますって言って、会場が一気に盛り上がるっていうね、そんな演出があったりしたんですよね。DVD だとカットされてるんですよ。ちなみにこれなんか会場によっては、ビーズのボーカリスト稲葉浩志が、先日のライブの高所からの飛び降りのため、足を負傷することもなくっていうね、文章があったりとかね、いろいろなお客さんをね、こう、笑わせに来るようなね、文章だったらしいですね。で、オープニングで、ブロインで、稲葉さんが被ってたテンガロンハットあるじゃないですか。今はなき、勝慎太郎さんからもらったテンガロンハットを被ったらしいですね。で、確かにツアーの途中で来られたの、確か横浜スタジアムに勝さんが顔出しに来られたらしいんですけども、だからそれより前の会場ってテンガロンハットがないんですよ。そこから後の会場はテンガロンハットを被って登場してくるっていう演出になったそうですね。
そうで2曲目にプレジャーやってるんですけども、このプレジャーの歌詞が今でこそね、こう年を追うごとに変わっていくっていうスタイルを取ってるんですけども、この95年バージョンから歌詞が変わるようになってたっていうところですね。女の話で盛り上がったっていう歌詞が女の裸で盛り上がってたっていうね、ちょっとこうどうしちまったみたいな感じの歌詞になってたりするんですけどねまあ今年のあのプレジャーはどんな歌詞になるんでしょうか、楽しみですね。タイムと恋心の間にですね MC が入ってるんですけども、この時僕が見たライブはですね、稲葉さんがですねどうもこんばんはっていう挨拶で、稲葉さんがこの、福岡ドームを見渡して、うん、あの野球以外にもね、こういう使い方もありなんじゃないかなと思いますって言ってたのがすごく印象的です。恋心が映像化になったのってこのツアーが初めてなんですよね。まあ僕もそうだし、結構皆さんもそうだと思うんですけども、恋心の振りはこのバズツアーの映像を見て覚えたって方も結構多いんじゃないでしょうかね。うん、で、この7曲目にこれあの DVD だとカットされてるんですけど、ランやってるんですよね。この時ってまだランがね、そこまで大切な扱いをされてないっていうね。セットリストの真ん中あたりラインやるっていうのはかなり今思ったらかなり奇抜なんですけどね。で、次があのイージーカムイージーゴーなんですけど、これは一部だけね映像入ってますよね。こう稲葉さんがアコースティックギターを抱えて、で、あのマイクがですねこういうヘッドセット型のマイクをしてギターを弾きながらステージを松本さんと一緒に歩きながらね演奏していくっていうスタイルでしたね。トゥナイトの前に MC があってですね、稲葉さんがですねちょっとこういやらしいチックな言い方で、皆さん思い切って今日は揺れてくださいっていう MC からこのトゥナイトに入っていくっていう流れだったのよく覚えてます。90のこのトゥナイトとタイヤの小町エンジェルはですね、アコースティックバージョンですね。11曲目がですね松本さんのソロコーナーだったんですね。もう94年から恒例になりつつあった松本さんのね、歌コーナーが始まります。その名もですね Don't Ask Me Baby。 あのこれ結局ねこの時リリースされてなかったんですけども、そっから4年後の99年にですね松本さんがシングルでですね The Changing っていう曲をですね出すんですけども、それの原曲になった曲ですね。ちなみにこれ Don't Ask Me Baby ってあのたまに YouTube であるんですけども、これって確か流出元って松本さんがビートソーで流したんですよね。そのデータが多分未だに乗っかってるんじゃないかなと思うんですけども、でこの Don't Ask Me Baby のバックボーカルは稲葉さんなんですよね。だからこの Don't Ask Me Baby バージョンは結構僕は好きなんですけどね。で、13曲目 Love Phantom ですね。この時って Love Phantom がまだその世に発表されてない時、要はその未発表曲の時だったんですけども、皆さんご存知だと思うんですけど、稲葉さんがドラクラの格好をしてステージの上からダイブするっていう演出があったんですけども、もともと最初演出家さんから話が来た時って、そのヴァンパイアウーマンをやって、その演出をやりましょうっていう案だったらしいんですけども、松本さんがそれを聞いて、うん、だったらそれ用に一曲書き下ろしましょうかっていうので、ラブファントムになったらしいです。で、後にこれ大ヒットになるんですけども、シングルでね。もともとこれリリースする予定がなかったらしく、そのツアーが終わった後に問い合わせが殺到したらしいんですよね。急遽シングルになって出たっていう曲ですね。かっこよくて壮大な曲なんですけども、松本さん曰くこれみんなが思ってる以上に結構シンプルな曲で、そのメロディーが2パターンしかないんだよって言ってました、まあ、多分ね今年のライブでも聴ける可能性が大いに高いんじゃないかなと思います。このラブファントムでさっき言ったようにダイブするんですけども、この時って世にインターネットがあんまりほぼない時代だったので、そのネタバレっていう概念がほぼなかったんですよ。今から何が起こるかってみんな知らないんですよ。ドラキュラの格好をした稲葉さんがステージセットの上に登っていってダイブした時ってみんなキャーじゃなくてえみたいな、こう会場中がシーンと静まり返っちゃうみたいな、えこれ事故ちゃうみたいな、ちょっと空気が流れたんですよね。だから僕もえ大丈夫これ事故なんじゃないのみたいなでみんながシーンとしてる中、その後松田さんがラブファントム のメロディーをピアノで弾くシーンになるんですけども、そこでやっとあ演出だったんだっていうので、その時は僕も含め会場にいた皆さんもそうだったんですけど、ほっとしたって感じが強かったですね。で、願いで、下から稲葉さんせり上がってくるっていうね、この時稲葉さんピチピチの短板履いて下から現れるんですけども、このツアーを最後に、2008年までね、封印されることになりましたね15曲目のバッドコミュニケーションなんですけども、これも結構有名な話ですよね。さっき福岡ドームはトラブルが多いっていう風に言ったんですけども、実はこのバッドコミュニケーションの時にギターソロ中に稲葉さんがこうお客さんに背を向けた状態でこう手を叩きながら飛び跳ねていくっていうシーンがあったんですけども、こう後ろに下がっていっちゃって最後足場がないところで落ちてしまったんですよ、ストンと。で普通に考えたらみんなえ大丈夫って感じに普通なるんだけど、ついさっきステージセットの上から豪快に飛び降りた稲葉さんを見てしまってるもんだから、会場にいたほとんどの人がですねこれもどうせ演出なんでしょみたいな感じの空気になってしまって、誰一人驚かなかったっていうね普通にそのギターソロが終わった稲葉さん普通にステージに現れて
歌い出してるんでですねまあ誰もね事故だなんて思わずにねそのままライブが進行していたっていうね。ただ後に稲葉さんはもう腰を強打してもうこれライブは中止だろうと思ったらしいんですけども、優秀なスタッフが2人シュッとやってきてですね、これ稲葉さんはそのままステージの上に押し上げてそのままライブは続行になったそうですね。でアンコールになるんですけども、ほら今でこそアンコールでウェーブするっていうのがもう当たり前になりましたけど、このツアーから始まったんじゃないかなと思います。もうアロンでですね、稲葉さんがピアノを弾き語りするっていうね、これなんか当初の予定だと1番だけ稲葉さんがピアノを弾いて2番から普通に歌うっていう風に話だったらしいんですけども、思ったより良かったんでフルでやっちゃえっていうのでフルでやることになったそうですね。このラブミーアラブユーの前に MC が入るんですけども、これね稲葉さんがこのスタンドとかアリーナのお客さんをですね、煽って声を出させてるんですよ、どうぞ叫んでくださいみたいな感じでねチルママリンのその時の完成は、後に発売されるテレビスタイル2っていうビーズのカラオケアルバムあるんですけども、これの完成に、入ってるそうです。で、お客さんがわーって盛り上がってる中、稲葉さんが一言、じゃあそのノリで、新しい曲行ってみようか、と言って、このラブミーアイラブユーに入る流れでしたね。で、そのまま裸足の女神をやって最後終了と。これ客出し曲が消えない虹の英語バージョンなんですよね。ハワイで作って一発撮りしたらしいんですけどね。で、この後にですね、ビーズはですね、売り上げ300万枚という驚異のね、オリジナルアルバム、ルースっていうアルバムを出すんですけどね。まあ、本当にね、95年は本当にまあ黄金期を代表するかのようなね、活動というか、まあライブ構成だったんですけども、今年のライブもね、きっとこのバズツアーに負けないようなね、躍動感のあるライブが見れるんじゃないかなと思ってね、ちょっとね楽しみですね。このセットリストで今年何曲くらいこれと被るのかなと思ったら、ほぼ被りそうな気もするんですけどね今年のライブはですね、楽しみに待ちたいなと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。